はい、酒好きな新潟人の飲酒動画です。今日は、こちら、700ml の、ペットボトルの、チューハイです。レモンチューハイ、シチリア産レモンが香る、アルコール度数7、8%、シチリア産レモン果汁 1% 使用。こちらがですね、原材料名が、レモン果汁と醸造用アルコールと、加糖ブドウ糖液糖と、酸味料と香料と炭酸ガス、株式会社はチェリオコーポレーション、まあ、これチェリオの会社ですね。なんかあれだよね、サンガリアに似たものがあるよね、これね、チェリオ。値段が確か、ローソンストア100で買ったんですけど200円でした。それでは、これ前にも似たようなの買ったことある。乾杯。うわ。あんまうまくねえ。なんか、あんまりうまくない。なんだ、あ、ライフガードの会社か、そっか。チェリオってライフガードの会社だ。なんか微妙やな。あんまり美味しくないぞ。商品チェリオってさ、なんかさ、この 700ml のペットボトルの商品多いですよね。やけしかもこの商品、載ってないな。あ、チェリオのリターナブル瓶なんてあるんだ。へえ、クラブソーダとかもある。チューブ限定販売。チューブ地域限定販売。炭酸オレンジとかあるよ。グレープとか、ウーロン茶もある。コーラもあるし。へぇー。チェリオのコーラなんてあるんや。今の今まで見たことねえよ、これ。チェリオのコーラとか。だいたいコカ・コーラ以外のコーラって、ほとんど見ない。っていうか、ペプシとか以外で、チェリオのコーラとか見ない。確か以前あったのが、キリンのコーラだっけ？は見たことあるけど。ちょっと飲んでみたいですね。チェリオのコーラ。チェリオのオレンジエイドっていうのもある。はい。値段が、全部77円。なんだこのオレンジエイドって。オレンジエイド。ああ、ガラナソーダとかあったな。これもチューブ限定なんや。結構面白い商品あるな、本当に。なんかあれだな。サンガリア以上になんかすごい、
あれや。面白い商品がある。なんだこれ、ウッチン茶って。ウッチン茶ってなんだ、ウッチン茶。沖縄限定やって。サンピン茶なんて名前。沖縄生まれのジャスミンティーだって。へえ。結構面白いですね。チェリー。沖縄クリームソーダ。ライフガード。ライフガードうまいよ。これあんまりうまくない。これあんまりうまくない。なんか、若干なんか苦い。苦いね。なんか苦味がある。チェリオのオンラインショップ。あ、オンラインショップで買えるんじゃない？あ、買えないわ。リターナブルビン買えないわ。見たことね、チューブってことはなんだ、仙台とかか。オンラインショップ。チェリオ。チェリオ。チェリオの本社がある中継地区。なんだ、中継地区。中京圏。中京か。あ、名古屋のあたり。名古屋なんだ。名古屋のあたりしか売ってないそうです。どうや。ちょっと飲んでみたいな。瓶入りのチェリー。296ml のリターナブル瓶と、あと 200ml らしいですね。これ飲んでみたかったな。飲んでみたかったなっていうか、まあまだあるけど。うん。特にコーラ飲んでみたいね。コーラね。チェリー。リターナブルピン。チェリオコーラ。なんか昔飲んだね、キリンのコーラはね、なんか薄かった、味が。味が薄かったっていうか、甘く、あんまり甘くなかったっていう感じ。なんか、そんな感じやったよな。
なんか、あんまりあれやな。これ美味しくない。これ美味しくないの？これ。普通に美味しくないぞ。甘味料入ってないはずなんだけど。コクっていうかなんかえぐみがある。えぐい。えぐみが苦みっちゅうえぐい。3432です。ご視聴ありがとうございました。